コンパクの塔、コンパクの塔は、沖縄本島南部のイットマンシコメスにある、慰霊碑、慰霊塔。沖縄戦終結間もない1946年2月、島尻郡回し村の住民によって建てられた。周辺に散乱していた、遺骨3万5千余り柱の遺骨を収めたとされ、終戦後の最も早い時期に建てられた、慰霊碑でもある。沖縄戦赤国帝公園内にある、 コンパクの塔が立つ糸満市コメス一帯は、1945年の沖縄戦において6月以降に戦場となった場所であり、北から侵攻してくる米軍に対して多くの日本軍と住民が追い詰められた場所である。碑文にあるように、沖縄戦終盤の6月下旬頃になると、日本軍も住民も追い詰められて逃げ場を失い、陸、海、空からの攻撃を受けて、 劇団に当たって犠牲になるものが続いていった。米軍は生き残った住民と日本兵を収容所へ送ったため、おびただしい戦没者の遺体は戦闘終結後もそのまま残された。根迫の塔の隣に立つ金城和信増収戦後の1946年1月、島尻理軍回し村の住民は、米軍の都合から既存を認められずに、マブニ村コメスに移住を命じられた。 テント小屋でのカリスマいながらも、近所和信を村長として、戦後復興が始まったが、一体は戦没者の遺骨が、道路、畑の中、周辺至るところに散乱していた状態であり、人々の感情はもとより復興作業の上でもそのまま、遺骨を放置することは望ましいことではなかった。米軍は、敵である日本兵を祭り称える動きにならないか警戒して、 遺骨の収集に難色を示したが、近所が折衝を重ねて米軍から遺骨収集の許可をもらった。村では、おさむ骨隊を組織し、野ざらしになっていた遺骨の収集を始めた。遺骨収集に参加した当時の高校生の証言によると、勉強はいつでもできるから、天気の良い日はおさむ骨作業に協力し、晩6時から授業してほしいと望んで参加したという。とはいえ、 ミイラ化した状態の遺体、折り重なるように見つかった大人や子供の遺骨があり、激戦地で逃げ場を失った住民の悲惨な最期を止めていた。ミイラ化した遺体は、グブリーサビラと合死して、手足を崩し、一番上に頭蓋骨を乗せて、うんち系サビラと米軍の担架で運び出したという。前述の高校生の証言では、遺骨は、 コメス海岸近くの自然洞窟を利用した納骨所に収められたが、予想以上に遺骨が集まったため、最終的には周囲を石で囲んだ、まんじゅうの形のような納骨所になった。2月27日、金城によって、コンパクの塔と命名され、石碑が塔の上に据え置かれた。3月8日までに1306体の遺骨がコンパクの塔に収められたというが、その後も、 おさむ骨作業は続けられ、その後の数年で3万5千余り柱がコンパクの塔に集められたとされる。異例の日、コンパクの塔で手を合わせる人々コンパクの塔が建立された1946年以降、沖縄では戦場となった沖縄本島中南部を中心に納骨所が建設され、戦場の後に残された遺骨が集められていった。 コンパクの塔が自然洞窟を利用した納骨所と言われるように、これらの納骨所の多くも、やはり自然洞窟を利用し、入り口に石碑を建てる形が取られた。1957年、琉球政府は戦没者の遺骨を一括管理する方針のもとな橋式名に、戦没者中央納骨所を建設、各地の納骨所にある遺骨の集約を開始した。これによって納骨所は、 その機能を失って廃止されるか、石碑だけを残した記念碑として残されるかになった。コンパクの塔でも1974年12月に供養祭を行い、翌年1月に遺骨を戦没者中央の骨所へ移動した。それでも現在に至るまでコンパクの塔への参拝者は耐えることなく続いている。平和学習などでの見学のほか、 毎年6月23日の慰霊の日には、県内外から多くの参拝者が訪れている。ありがとうございます。